知るとかわかるという理解レベルがあるんですね。この理解レベルというのは意外と皆さんね、えー、最初のところはスムーズにいくんです。ただし次からですね、ここで自分で考えて支援するとかケアするっていうのがなかなかできない。そして最後にそのケアをしっかりと説明できることが、ここを目指すことが実は我々の仕事の大きな、ね、専門家になっていく上で大切なんです。つまり、 分かる、えー、知るから分かるその理解レベルから実行するできる行動レベルまで起こせるかどうか。 でもここで意外と自分で考えて支援しないと先輩から教えてもらってもし薬を混ぜていいんですかって話になった時に先輩がいいって答えてしまうそうではなくてこうこうこういう理由でこのケアは大丈夫ですいいですよっていうことを言っていかなければ専門職としての、ね、キャリアには形成されていかないわけです。